我がコーナー270ポンドタウレアキラ、はい、35代の世界タッグチャンピオンチームタウレアキラ、250ポンド河原俊明、高山とは視線を合わせません。河田俊明です。和田恭平、裁くレフェリーは和田恭平です。青コーナーが高山、そして柿原、背中を見せているのが川田、そして田上です。桃田光雄さんの解説でお送りしてまいります。いや、この高山の川田田上に対する執念というのは凄まじいものがありますね。そうですね、やっぱり過去に自分が敗北している部分もありますし、で自分に対するそのなんていうんですか、プライドみたいなものが、絶対に勝ちに行くんだという、そういうのが試合にも出てきますよね。そうですよね、今シリーズに入りまして本格参戦している高山、そしてリング内の柿原、黄色のショートタイツ、この2人が全日マットで新たな地位を築こうという98サマーアクションシリーズです。まずは先陣を買って出たのは川田、そして背中を見せている柿原正人です。お互いに出方を伺ってバックを取ったのが川田、切り返していった柿原です。まずはグラウンドの攻防、上になったのが柿原。この柿原選手もですね、前回から比べるとですね、かなりウェイトをアップして、やっぱり全日本でその全日本のトップの選手とやるときに、パワーのなさというのがかなりその自分で感じたんじゃないですかね。そうでしょうね、でやっぱりその全日本のトップの選手とやるためにはそのパワーを少しでもつけなければいけないということがあって体重を増やしたんだろうと思うんですけどね。このシリーズ入る前は97キロという発表なんですが、おそらくは100キロを超えてるんですかね。超えてると思いますよ。そうですか、本人も体重が増えたって言ってましたからね。そうですか、腰の周りあたりを見ましても川田、そしてこの柿原では明らかに差があります。ただキレのあるキックを打ち込んでいくにはある程度 この絞り方というのが必要なんでしょうが、こうやってやはりその重みを増した分一発一発に力が入ってまいりましたね。そうですね、ただウェイトが増した分だけ、要するにその全日本の要するに川田田上組も気をつけないと、その一つ一つの焦点にもその威力が必ず要するに上積みがありますからね。そうですね、ご覧のようにまだ川田が立つことができません。立ち上がりのまず焦点でこの川田をダウンさせました柿原。出鼻をくじかれる形の川田が田上にタッチです。30分の一本勝負タッグマッチ、まず先発を買って出た柿原が川田を蹴散らしました。その出足です。この田上が192、あーっと焦点顔面を強く張っていきます。背後から田上、あーっとここに割り込んできたのが高山です。高山がこの膝蹴りを見せていきます。高山、この大阪での世界タッグの際にはこの膝蹴りが一つの高山にとってのキーワードの技になりました。さあ田上に向かって二人がかりの攻撃になりました。ローキックを見せたのが柿原。さあ先ほどは小手でノックダウンされました川田、張っていった。さあリングの中央張り合いになっている、ビデオキック足を川田掴もうというところ、一発だ一発だ一発で倒した。さあ、ふんと行きましてもう一発、張っては倒し、また引きずり落としては張っていきました川田です。やっぱり川田選手の闘争心が、一発やられたら絶対に倍にして返してる、そういうあれが見えますね。さあ、放送席の前、鉄柵攻撃を見せました田上、ウェイトアップしました柿原ですが、この辺りは田上川田簡単にひねる力を持っています。先ほどはリングの中で膝十字あるいはアキレス腱といった技で攻められた田上が場外戦で先ほどのお返しを見せました。さあ川田です。水平を見ます川田、勝負で返していくか、はい、引く、顎の先端ミスト、一発で崩れ落ちました柿原。さあ赤コーナーのピッチワークが良くなってきました。おっと今度は田上が馬乗りになっている、
これはあの田植え川端組は要するにこういうラフができますから ね、 そうですね、ある程度要するにその柿原高山組ってこういうラフをあんまり経験してませんからね、そうですね。さあここで、ああ田植えがご覧のようにストレッチプロの体勢に入ってまいりました。ロープに逃れます柿原です。青コーナー、そのコーナーに控えている高山はなかなか出番がありません。この高山こそが田植え川田に向かって立ち向かっていきたい存在なんですが、タッグパートナーの柿原が捕まっています。いい落とした。うわ、この川田の体が4人の中では最も細い柿原のボディの膝が落ちてまいりました。コーナーで控える高山は動くことができません。タッグパートナーの柿原が川田、そして田植えのラストボールにどうしても前に進むことができません。サッカーボールキックを見せます川田。高山はこの戦況をじっくり見守るだけ、足を掴んでキックを返した。ミドル連発、あーっとキックを見せていきました。川田で来るものに対してキックでお返し、そしてその柿原をテイクダウン、倒してまいりました川田。カバーに入っています高山がカット。高山としては何ともイライラする試合展開になっているんじゃないでしょうか。タッグパートナーの柿原が捕まっています。じっくりと、まあ、料理するといっては柿原がかわいそうですが、その柿原が時間をかけてこの2人の攻撃を味わされているというそういう展開になっております。川田そしてこの田植には余裕が感じられます。リングの中央抱え上げて、さあパイルドライバー、一つ一つこの全日マットプロレスの技の重みを柿原に染み込ませている、そういう展開にも見えます。非常に小気味のいいタッチワークの赤コーナー、顔面を腰につけて蹴っていく川田、両手を張っていく、張っていった柿原、さあ切り崩していくことができるか。しかしおっと押し込んで、さあ巻き上げていった。さあ嬉しい逆十字の体勢、手をロックしている、あーっとあーっとそのロックがほどけた、そのロックがほどけた。カードピンチ、カードロープがまだ遠い、腕がピンと伸びている、川田の右腕は一直線に伸びている。サードロープに足が届くか、今届きました。ようやくブレイクされました川田。30分の1本勝負は10分が経過しています。さあ欲求不満の溜まっている高山がリングの中へ、ステップキック、ステップキック、ニーリフト、ニーリフト、どうしてもこの2人になると打撃戦になってしまいます。脇固めの体勢だ、腰を落とすか高山、川田落とし。この辺の起点は全日マットで学んだものでしょうか。ギロチンドラップ、長い足が川田の首に刺さりました。大阪大会から新たな因縁の火種を作っている川田田植とこの高山です。さあリングの中は高山が川田を捉えています。エボいいリフトを当てる高山、バックに回った、バックに回った、バックドロップ、高山の巨体を投げ捨てました川田。さあ川田から田植え、ハイキックは顎の先端、自らロープに飛んだ、ランニングネックブリーカー、カウントは 2.5、 高山が前に出ようというところをこの田植えが立ち戦っています。ハイキックで迎撃、ドロップキック、これは勢いがある。そして青コーナーからは柿原だ。先ほどは落差ポーズ、このためにやった。ああ、ミドルキック一発。ああ、しかし田植えにも意地があります。カウントはワンで返しました。足を掴んで、このまま倒します。ベレットブロックして、バキアタの体勢だ。あ、あと完璧にした、完璧にした。そのまま投げるか。いや、ニュートラルコーナーだ。もっと柿原をコーナーのトップに据え付けた、喉を掴んでいる、喉を掴んでいる、さあ7式の喉に持っていくのか、高山がカット、
さあニュートラルコーナーにまだ据えているぞ。張っていった。リングの中は太陽の柿原。ミドルキック200目、足を掴んで、ダイヤット。おー、柿原も立ち上がった。もう一回出した。柿原はミドルキックで足を掴んだ。ドラゴンスクリュー、田植えが見せました。ドラゴンスクリュー、左の膝を抑えました柿原。さあリングの中央はフィギュア4レッグロック、足の形がダメな体勢に入りました。しかしアウトコーナーからはエルボーで高山カット、はい、それで川田カット。さあリングの中は再び田植えの柿原。田植えがロープに飛んだ。ハイキック、ダイヤミックハイキックだ。さあ、ドドワ、ドドワ、ドドワ落とし。さあ持っていった。一発のドドワ、スリーカウント。田植えがこの迫り来る高山柿原を迎撃しました。何発かにも及んだこのミドルキックを耐え抜き、最後に決めたのはリングの中央、天下の宝刀18番ののドワ落としでした。13分23秒で結果がつきました。